内閣出だし早々調子悪いみたいですね。これが本当に内閣官房ということですね。おはようございます。ちょっと昔スマホに書いてたメモを読み返すと、テーマ占いっていうのがあったんで、それこれ見ながらやるんですけど、どうやら短いコントではないな、なるほど、短い劇、寸劇かな。ちょっと行きますね。どうやら2人でやるっていう設定で書かれたもので、そんなに長くないですけど、聞いてくださいよ。え、何ですか？占いって知ってます？最近巷でそんなけったいなのが流行ってるんですよ。占い？そんなん知ってますよ。太古の昔には政治を左右するくらいの発言力を持った占い師もいるくらいですから、今に始まったもんやないです。なんと実は今もおるんですよ。知ってますよ、とある国なんかでは。まあまあ、今回は僕に君を占わしていませんか？はい、来ました。それなら占ってもらいましょう。拍手。こうパチパチパチって多分あると思うな。うん。それではまず、あなたの名前は、山田太郎さん、男性ですね。はい、ありがとうございました。待って待って、終わらせんといて。これは占いの始まりであって、名前を当てて、はいすごいでしょっていう話とは違うねんから。緊張をほぐすためのジャブですから。まあ私ら知り合いですからね。知り合いやのとフレンズ言うてくれるのは寂しいや。当てれませんけど、続けて。あなたに最近いいことがあった？大きな病気とか患いませんでした？特にないですけど、ね、病気のとこがいいとこなんですか？詳しく聞かせていただきましょうか。それがいいとこなんです。あなたは患ってそれだけで感謝しないといけませんよ。まあそうなんですけど、生まれてきたことに感謝系の話に変わっていきそうですから、次行きましょう。最近婚約しましたね。綺麗な方ですね。愛嬌もあるし。あれ合ってる、すごい。なんで分かったんですか？指輪や。最近つけたもんね。この指についてる指輪ほんまにインチキや。でも綺麗で愛嬌もあるっていうのは当たってるな。見せたことないんやけど。恋は盲目って言いますから、たとえ寸胴鍋みたいなもんでも綺麗で可愛く見えるんですよ。お前さりげなく見たこともない彼女の悪口な言ってくれてんねん。まあまあそう怒らんと、そこから湯気が出てますよ。まあ夜間と寸胴鍋お似合いですけど、ね、こんな占い師やな、帰らせてもらうわ。え、金物屋はあちらで、やかましいわ。どうもありがとうございました。このまあこれなんやろね。まあよかった、使ってみていただいたらどうかなと思ったりするんですけど、いらないところは作業として、まあこれ足したらいいかな、あれ足したらいいかなっていうのはどんどん足していってもらって、それで最高の作品を作ってもらって、ぜひとも M1 のね決勝戦で見せていただいたらいいかなって思ったりするわけなんですけど。人影も見えない午前0時、電話ボックスの外は雨、かけ慣れたダイヤル回しかけて、そっと指を止める。レイニーブーも終わった夏なのに、で始まる曲なんですけど、皆さんご存知ですか？これがレイニーブーです。雨の日の話。ザーザー降りのある日、バイクで道を走ってました。辺りはすっかり暗くなっていたのでゆっくり走ってました。その日は車とあまりすれ違うこともなく、辺りの街灯もまばらです。街中から住宅地へ少し走るとハッとしました。真横に人がいたんです。引きそうだったってことはないけれども、もしももう少し左を走っていたら人を確実に引いてしまっていたと考えると、顔からみるみる血の毛が引いていきました。これが本当のレイニーブルー、雨の日の話。お客様は神様とちゃうんか、押し付けるようなコメントを見かけました。もともと落語家の方がね、そういうお話かコメントをしたのがきっかけだったと思うんですけど、その後に神言っても貧乏神や疫病神と、まあ言いたいことは分かりますね。神様にも日本の場合は八百万っていうのがありまして、いい神様もおれば良くない神様もいる、お前はその疫病神というふうに話はなっていくんだと思うんですけど、まあ、一旦ね、相手の文句を肯定します。神様言うてもいろいろなんがおるからな、と言って叩き潰すと。そういう話なのかな。人は神様ですか？人が消費者になったら神様になるんですか？これを少し考えると人はいかようにしてもね、神様にはなれないわけで、ただ、〇〇は神様だと思うというような主観的な考えは精神衛生上も悪くはないと思う。
ただね、これが急に他人への押し付けになってしまうと、その瞬間からお客様自らが言うクレームに限らず、第三者のお客様はもう偉い害悪みたいに聞こえてるんですね。お客様、神様っていうのはあくまで生きている側のマインドの話で、それ以上でもそれ以下でもないんですね。なので、ウィットを聞かせて、お客様は神様に、でも、悪霊神もあるけど、みたいなのはやめた方がいい気もします。この話いるかな？会社として、組織としているのはどちらだと思いますか？上は愚痴に下がなだめる、それとも下が愚痴に上がなだめる。これはね、ちょっと1年後、2年後、答えをね、考えてみたりとか、その答えを出したいかなと思ったりします。はい、子供に大人になっていいこと、大人になってよかったって思うことって何って聞かれたら、なんて答えますか？金銭的余裕なのか、何なのか。僕自身が思ったのは、懐かしいと思えること。これが良かったかな、強いて言うならこれが良かったかなっていうふうに思ってて、昔食べた味を懐かしいと思えて、昔見た景色を懐かしいと思う、猿ともに思いを持てるっていうことが、大人になって良かったことかなっていうふうに思っています。もちろん金銭的余裕っていうのも当然そうなんやけど、昔っていう概念は子供7歳、8歳、9歳、10歳にとっての昔と30歳、40歳、50歳にとっての昔、すごく大きな違いがある。でこの喜び味わえるのは大人のいいところだと思います。なのでぜひともお若い方おられましたら、大人になるのを楽しみにしてもらったらいいかなというふうに思います。で今大人の方はおじさんおばあさんね、まあこれも、ね、昔を懐かしみを楽しみに、ぜひとも元気に生長く、ある日病気が判明するんですね。家族はいません、子供もいません。地域の子供はみんな、上の家の子は僕の子であり僕たちの子、悪化していくなりそこのままピッピッピッ、自殺は嫌だが死ぬことも許されない現状、まだ意識のあるうちにスイス、心が元気で思考が揺るがない今ならチャンス、ピッピッピッスイスで、患者の状態がピッピッピッスイスイスイ、泣いてるんですか、今日は水曜日じゃなくて木曜日ですよ、ピー、こんな感じだ。こういうメモがね、携帯に残されてたんで、いまいちピーって、ね、おそらく、ね、病室で調子悪い。で、ピーピーピーっていうのは、脈を曲がっているとか、こう体にいろんな機械がつながってて、ピーピーピーってこれが生きてる感じで、で、ピーってなったのが新春かなと思うんだけど、これは解説がついてないんで、意味がわからないメモ。その1みたいな感じでね、まあ、1ってかその100ぐらいかな、結構あって、こういうメモは、まあ、皆さんも思ってること、今思ったこととかをメモに残す、これを習慣化していくと、その半年後とか1年後に見ると、意味がわかる場合、理解できる場合はもちろん多くある、多々あるんやけども、なんやこれっていうのもあって、こう自分一人で楽しめる遊び、何これっていうのを感じれるっていう遊びがありますので、ぜひともやってみてください。もしここが地獄だとしたら、こういう話は SF チックであったり、なんかたまに聞くよね、宗教世界観なのかな、か可能性としてはあり得るっちゃあり得る、この世界は電脳空間とか、この世界は地獄とか、まあね、もしここが地獄だとしたら、今ある幸せっていうのはこうささやかね、幸せ幸福を与えることで、この地獄を地獄だと感じさせずに一生抜け出せなくさせているっていうような考え方なのか、まあでも美味しいと感じられるその味覚が悪魔のまやかしやとしたら、すごい怖いよね。科学技術が発展して、医療技術が発展して寿命が伸びた、その結果健康がね末長く続くっていうのは誰しもが喜ぶ未来のはずなんやけども、途方もない地獄への案内になってしまうかもしれない。まあここが地獄ってことはおそらくないやろうね、そう願いたいところです。
ゲームが好きな理由。ゲームの世界観、自分が想像しない、してない、できないような他人が作る世界っていうのを見ることができて感じることができる。これはゲームに限らず、まあ、映画とか本とか音楽もそうかもしれないね。まあ他に言うと、リアルという自分の人生という経験でもとって変われるのかもしれない。たまたま自分が選んだのがゲームであって、そういう他のコンテンツをね愛するっていうのもすごくいいことだと思うし、まあ、時間がね無限にあればそっちも行きたいと思ってるんやけど、まあ、本とか映画もちょいちょい読んだり見たりはしてるんやけども、やっぱりゲームが一番多いのかなと。やってる時間、触れてる時間なんで、まあ、触れてる時間もやってる時間も長いんで、そこが好きっていうことになるのかなというふうに思います。これは小さい頃の自分の考え方っていうのも影響してるのかなと思ってて、自分の頭の一部を他人に植え付けて、その人の経験をした後にその脳を回収して、こうその人の記憶を自分の記憶とするみたいな話を話しつつかどうかなって思ってたね。でこれちょっと、まあ、イカれてるというか、まあちょっとサイコパスじゃないんやけど、純粋にねその人の記憶、人の経験を自分の経験としてみたい。例えば農家とか建築家、売店とかもそうやし、レストランとか貿易とか、いろんな世の中にね職業がありまして、で全ての職業を経験するっていうのは難しくて、大学生高校生のバイトとかでいろんなバイトを掛け持ちしてとか、そういうことはできるかもしれんけど、それでも触れられるラインっていうのはあって、バイトをやったら携われる部分もあるけど、そこの一歩先二歩先にはいけない。つまりはね、深みとか真相っていうものにはたどり着かないっていう感覚がありました。でじゃあその脳の一部を植え付けて、ね、その後回収して、で経験をもらうっていうのは、医者になってもね現実ではそんな技術はないし、研究成果としてそれを可能にしたとしてもそれは倫理が許さないと。なんでまあね、医者にもなりたかった時期は一瞬あったけど、やっぱり倫理の壁は大きかったと。話がちょっと変な方向に行ってしまったけど、例えば臓器提供で自分が臓器の一部をその誰か他人に分け与えたら、その与えられた人が与えてもらった人の記憶を一部覚えているというか、自分の感覚の自分の記憶のように感じる、そういう経験をする人がいるみたいで、これは本当か嘘か分からへんけども、逆に言うとそのあとその臓器を返してもらったら経験が追加されて返ってくる。これちょっと無理があるんやけども、まあ、ちょっと SF チックではあって面白いのかなっていうふうに今のは思ったり思わなかったりします。で数値化とかね、データ化とかされないし、まあ自分にも返ってこないと思うけどね、そういう考えることっていうのはすごく意味があって。意味って言っても価値はないんやけどね、意味はあるけど価値はない。ただこれが例えばパソコンでハードディスクとか SD とかあったりするんやけど、これはあるパソコンで覚えた記憶というかデータを違うパソコンにつなぐことで、そっちでも見れたり開けたり触れたりすることができて、もしかしたらこのハードディスクとかはね、僕の頭でもいいし手でもいいし、ぶっ刺して読み取れるようにするっていうのはできるかもしれない。そうすることで疑似体験ではないけど後から追憶する、だから本を読むとか映画を見るとかいう感覚に近いのかもしれないけど、自分の記憶の一部にすることはできるかもしれないし、さっき言った通りそれは記憶の一部になるんじゃなくて、本として読みました、映画として見ましたっていうのに過ぎないのかもしれない。例えばハリーポッターの映画を見たからといって自分が魔法使いだった記憶っていうのは当然出てこないわけで、まあ、そんなもんね、今後脳を切り離してとかそういう話よりはリアリティ、現実味があるのかなっていうふうに
思います。あのハードディスクとかそういう記憶媒体を一部埋め込んだり交換したりで記憶を共有する、本を回し読みするような感じなのかもしれんし、すごい楽しみやな未来。はい、そんな話です。じゃあ本日も時間いくらなんでこの辺にしておきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。